5月の近藤健介さん、打率2割3分5厘、ホームラン3本、11打点、 OPS709。 まあまあスタンダードか。ジャスティスも打たれ始めてるし、なんだかんだ平等なトレードやね。ようやっとる。地味に年々劣化してない。中日のおかげで見栄え良くなったな。島内ぐらいの年俸が適正な気がする。知らない人です。最初活躍してそこから失速してるから印象悪いわ。のんてん西川みたいやな。てかあと6年半以上あるんだろ。嘘だろ。結局7年契約は狂気な。島内にデバフを与える地味な功績。 WBC で活躍してなかったらもっとバリゾー君は見せられてたやろうな。西武のどの打者よりも数字いいぞ。言うていなかったらと思うと震えるくらいにはホークスに必要な選手や。年俸と契約年数に目をつぶればまあギリ許せるやろ。7年50億に目をつぶるのはもう失明しとるやろ。怪我の診断書作ってもらってバカンスするやつよりマシやん。まあ戦力にはなっとるし、今後死刑囚になっても補強に影響せんやろ。ここは